ところにエビを置いてません、ごめんなさい。どうも TBS アナウンサーのうなえりさです。本日は可愛い後輩を呼んでおります。どうぞ。よっこいしょ。 TBS アナウンサー2年目の若林優子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やったー、若葉ちゃん来てくれました。来ました。なんかそわそわしてます。若葉ちゃんとは、まあ、何回か番組で共演したことあるぐらいで、でもあんまり接点ないですよ ね。初の協力プレイをしていきたいんですが、何のゲームで遊んでいくかっていうと、こちら、おオーバークック2でーす。イエーイ。まあ、このゲーム本当ゲーム実況で 一躍大人気になったゲームでして、なるほど、はい、これでぜひ2人でお料理していきたいと思うんですけど、はい、若葉ちゃんってゲームするんですか？ゲームは結構家族みんなでやります。一番やるのはぷよぷよで、うん、あとはもう王道にマリオ系は一通り。じゃあもうしっかりゲームプレイの実力はあると期待して頑張りましょう。お願いいたします。はい、これ星3つまで、最高評価が星3つになってるので、うんうんうん、協力ですもんね。でも平和でいいですね、協力プレイって。刺身の作り方、よし、じゃあいきます。はい、左上に獅子が出るので、はい、さあ刺身、あ、魚、お魚、お魚、お魚、切ります。待って待って、あ、違う、間違えた、間違えた、切るわ、あ、切りました。あー刺身を叩き割って、あ、落としちゃってる、落としちゃってるじゃん。でも落としてもこれ出せるのかな。じゃあ提供いいのか、バレない。次、私エビやるね。え、あ、お願いします。あ、じゃあ私エビやります。こうやってですね、皆さん材料が四隅に置いてあって、それを取ってですね、この提供するんです。左上が要望ね、お客さんからの。これを出す、出す、出す、出す。待って、待って、刺身やる、刺身やる、エビいきます、刺身やる、エビいきます。うわ、すごい。お皿、お皿、お皿、こうだ、こうだ、お皿に乗せてで提供。掴んできました。お、どっちやる。あ、じゃあ私お魚やります。お魚やってます。エビじゃないか、これ。エビ、いや、エビっぽいです。あ、間違えた。はい、はい、はい、エビ、エビ、また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 エビ、私、私、ここにエビ置いてません、ごめんなさい。忘れてた、忘れてた。あ、え、あ、あ、あ、これ切れてない、切れてない。あ、ちょっと待って、これを取って、提供して。あ、OK、OK、OK、来てました。エビ、エビやって、エビ出して、じゃあ、この魚いきます。私、魚2個やるね。魚2個やっていただきますか。はい、あ、じゃあエビ来たら、あ、待てよ、来てないけど、エビ来ろ。あ、エビ頼む、エビ頼む。先行してエビを。このように非常に忙しい、すごい繁盛してますね、このお店、ね、ありがとう。でお皿にお願いします。じゃあまた魚やります。エビだ、エビだ、エビだ。わ、すごい。うないさんってこれは普段料理とかされるんですか？あ、いや、あのね、緊急事態宣言が出始めてから、まあ、いやいややろうかと思って、いやいやだけどされてます。そう、徐々にちょっと今後の人生のことも考えてやれるときはやってる。今後の人生。え、お料理する？全くできないです。え、待って待って、個人情報になるけど、実家住みだっけ？あ、違う、実家じゃないよね。え、だって関西だもんね。あ、でも あの両親も今東京にいて、仕事の関係で。そうなんだ。実家に住んでるんで。あ、それはしないや。温かいご飯が出てくるんで、うん、うん。あ、エビやっちゃいます。あ、もう一個お願いします。エビ、エビ、エビ、エビ。なんかこの、そっか、それはやらないね。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、あ、焦る、焦る、この音楽焦りますね。あ、え、エビじゃない、エビじゃないな。おさ、おさ、なんかね、でも私野菜切るとかそういう作業が好きで。え、作業が好きなのよ。料理が好きっていうか、トントンしてる時間があってことですか？そう、だからこの間突然なんか日中昼寝しちゃって眠くなくて、はい、深夜3時から突然野菜を切り始め、ミネストローネ作った。すごい、終わった、やった、お寿司、おお、刺身、シャリ、海苔を皿にまとめよう。 OK です。わ、急に、え、待って、どうしようか。急にどう役割分担していこうか。急にステップ増えてません？とりあえずどうする、私はとりあえず魚いくわ。え、じゃあ、あ、どうしよう。あ、え、ご飯炊きますね。ご飯、ご飯、ご飯炊くで、で、お皿がいる。で、あと米だね、あとシャリ。お皿、あ、あれ、あ、あ、このお皿どうしよう。お、お、お、あ、お米、ご飯ダメだ。炊かなきゃいけない。あ、オッケーオッケー、で、ご飯炊けたから、あ、オッケーオッケーオッケー、これ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 、お皿ここ、お皿ここ、そう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 、あ、OK、
きました。あ、待って、米取っちゃった、間違えた。あ、ちょっと待って、なんかピッ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 ってる。あ、待って、ちょっと待って、待って、待って。ちょっと待って、ちょっと待ってね。オッケー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 。じゃあ、ちょっと、私、魚とこれやるわ。なんつうの、魚と海苔、魚と海苔にもう特化するわ。ごめんなさい、これ、ご飯。ありがとう、できてる、できてる。Thank you。あ、え、ひなりさん、めっちゃ忙しくないですか。え、大丈夫、大丈夫、米頼むわ。米頼むわ。お米見守る。で、米乗せといて、その出来上がった。あ、これか、間違えた順番。あ、ちょっと待って、間違えた。あ、これ、こうすりゃいくんじゃない。あ、ダメか。ダメでした。あ、いった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 。オッケーオッケーオッケー。オッケーです。オッケーオッケー。ちょっと待ってください、これ。あ、待って、魚持っちゃった。こんな順番適当でもちゃんと寿司になってるの面白い。お店っていうかキッチンの中にすごい邪魔な人がいるんですけど。本当だよ。ぶつかっちゃう。お皿お皿お皿。キッチン入ってこないでよ。来ないでほしいです。あ、そっか。こうだ。ほい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 。あ、じゃあ。で、焼けたい。あ、待って、ピカピカしてる。ピカピカしてる。ちょっと待って、ピカ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 。こうだ。ナイスー。な。え、いいよ。結構かなりいいチームワークで動いてるよ。あ、もうこれは。うん。絆が感じられますね。ね、これちょっと待って、皿並べとくわ。これでもあれですね、私完全に今米炊き職人と。いや、米炊き助かるよ。でもこれ今見守ってるという。いや、ほんと米炊き助かってる。米大事。お料理先ほどあんまりしないって言ったんですけど、うん、お米炊くのだけは担当なんでやるんですよ。あ、えらい。ちゃんとそう、お家であれなんだ。あ、やってんだ。ピコピコしてる。でも、あ、待って、ピコピコしてる、ピコピコしてる、ピコピコしてる。楽しみ。オッケーオッケー。ピコピコしてます。え、なんかやばそう。え、やばくない、やばくない。大丈夫大丈夫。叩く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 。お、小さい時からお米炊きとお皿洗い担当で。あ、えらい。だってさ、お皿洗いが一番さ、めんどくさいじゃん。お邪魔だな。でもそういうのをやれるのえらい。一向にその調理ゾーンに入らないという。待って、私が一番すごい遅いじゃないですか。いや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 、大変なんだよ。待ってください、待ってください。え、米が大変なんだよ。すごいスピードでさばいてませんか。今びっくりしました。こんな、あんなに待ち構えられてる。米が大変なんだよ。待って、私なんか多分効率悪いな。ちゃうのよ。米はね、大変なの分かってるんだよ。ちょっと待ってください。邪魔だなぁ。このなんか待ってる時間が多分あんまり。え、すごい早い。 あ、すごい早い。あ、やっぱそれすごい。さんがすごい早い。ナイスナイスナイス。あ、わ、どうだ。あれ、でもさ、いけました。いけたんじゃない。結構いけました。あ、イエーイ。え、だって圧倒的じゃん。だいぶいけませんね。うなえさん、かなりさばいてましたよ。あ、出た出た。今度お皿、汚れたお皿が今度あれだ。我々ちゃんと洗わなきゃいけないんだ。お皿を洗う。そうそう。あ、水道あるじゃん、右下に。右下、よし、行くぞ。右下、私下。よし。えっとどうする。焼かれなかったらどうする。え、どうしましょう。あ、なんかこれさ、 あれなんだけど。あ、わかった。え、わかった。あれだよ、キュウリもさ、入れなきゃいけないからさ、そっちで切ってもらうしかないわ。あ、なるほど。うん、待って、待って。うん、あ、キュウリ切りますね。キュウリ切ります、キュウリ切ります。あ、でもさ、ちょ、あと米。米米ちょうだい。米米こっちで炊くんだわ。どこどこどこ。あ、私も今全然どこに何があるのか分かっておりません。米をこっちで炊かないといけないから、私そっちにキュウリ提供するから、はい、そっちから米をもらいたいね。米ってどこにあるの。米は今ね、海苔置いてるし、海苔がね、上に乗っかってて、なんかこうだ。オッケーオッケー、ナイス。お米をこう渡す。ナイスです。渡す。で、この海苔、あ、やばい、米焦げる。危ない。海苔使う。この邪魔な、この海苔ちゃん、どうしたらいいんだろう。まあいいや。海苔を巻く、置く。あ、私これ、あ、米焦げる。え、ちょっと待って。炊けた米どれですか。これか。米焦げる。え、あ、わかんない。わかんない。え、ちょっと待って。あ、待って。できたらやっぱこれこっち。え、どこだっけ。あ、できたらここだよ。できたらここだよ。ここか。これできたら、それもできてるから。出来上がったお皿、あ、私キュウリ取っちゃった。洗わないといけないってことですよね。
待って、今気づいた。エビを切ろう。急になんか忙しいお店になりましたね。めちゃくちゃ忙しい。人足りないんだけど、どうするよ。2人じゃ賄えないですね。ちょっと待ってください。エビを切る、エビを切る。ダメなんだっけ。エビを切る、エビを切る。どうする。お皿に乗せる、お皿に。え、捨てる、して、鍋捨てられます。あ、あ、待って、エビ切った、ね、エビ切った。あ、忙しいね。カッパ巻きがあれ途切れちゃう。あれいいですか。あのカッパ巻きを切られていいですか。え、ごめん、何。おい、聞いてなかった。完全精一杯ね。完全頭回ってない。この完全頭回ってない。一番最初にあるカッパ巻きが、うん、もう時間切れそうなんですけど。あ、嘘、そんなことあんの。カッパ巻きすらさ、もう干からびちゃうってこと。あ、そう、あ、うねさん、それえ、私提供します。あ、今カッパ巻きを私たち諦めました。え、ちょっと、ね、あ、また焼ける。あ、焦げる焦げます。危ない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 。の方が負担が多いから、私が皿洗いしなきゃいけないんだけど。私がテキパキテキパキ。とりあえずキュウリいっぱい置くわ。はい、これをお米を、じゃあ私も置きます。これ何か、ギャー、お米。あ、そっか、で皿パク、お米で、キュウリ。あ、でもさ、今エビ、今エビだね。エビですかエビ切ります。エビ切ります。それも皿乗せるだけでよくて、エビ切って、これあれですね、情報処理能力がね、求められますね。なんかさ、目線を、あとお皿が視野を広くだね。あ、お皿、お皿、ね、お皿、お皿、お皿。あ、でも、あ、置けない。キュウリ。あ、ごめん。これをだから、あ、乗せる。あ、待て、あ、こうして、こうして。あ、これご飯乗ってるか。あ、もう。あと何が必要なんだこれ。海苔だ。エビか？あ、海苔だ。海苔だ。オッケー、ナイス。ありがとう。海苔だ。で、で、なんだっけ。米は、あ、お皿がない。お皿がない。お皿どこ？ああ、これでお皿。はい、ご飯、はい、ご飯が乗ってるお皿、きゅうり乗せて、海苔を乗せて、あ、反対だよ、ここに乗せて、あ、できた、できました。あー、お皿めっちゃ洗わなきゃだった、ごめん。あ、お皿って洗わなかった。あー、投げちゃった。ちょっと待って、投げちゃう。あ、お皿って一定量しかないんですね。私はじゃあその間にエビを切ります。お皿並べるわ、ここ。お願いします。エビ切ります。はい、エビ切りました。で、持つ。でお皿洗ったから、お皿の量少なくないですか。お皿洗ったで、ご飯が欲しい。あ、ご飯を渡すの忘れてました。あ、でも私もキュウリを渡すの、ご飯を渡すの忘れてました。で、とりあえずご飯投げ込む。キュウリを切る。とりあえずそっち置く。で、お皿めっちゃ来たから、お皿入れる、洗う。で、あ、え、海苔完成した。ナイス。なんかだらだらだら。で、今回そっちの方がでも多分いろいろ見なきゃいけない。いや、あの、うないさん、あ、焦げる。バカッする店が壊れる。あ、大丈夫だった。間に合った。天才です、ありがとうございます。で、海苔乗せて完成で、エビちゃんが定期的に挟まるわけです。米、お米さん。米切る。できたらとりあえずそっち置くか。で、置く。うわ、これ、カッパ。ちょっと、米洗う。間違えた。ちょっと待って。あ、なんかピッピッピッ。私何してた。あ、キュウリ欲しいです。キュウリ、ごめん、待ってて。ちょっと待って。ちょっと待って。重いから。ちょっと待って。あ、間違えた。キュウリ。で、これ皿置くで、こう。レストランって大変なんだな。戻す。ね、厨房ってさ、すごいですよね。絶対大変だよね。いや、料理って本当マルチタスク求められる。お皿がない。あー、ごめん。あ、でもね、あの米。あ、でも出ました。でもやったよ。これでもいいですね。何人でやっても楽しそう。福祉ステージだって。行ってみる？行ってみようか。行ってみましょう。なんだ。ね、野菜を切り、小麦粉と混ぜて一緒に蒸す。あ、あれ小麦粉混ぜる機械なんだ。え、待って、私蒸し。どっちか。私右だから。私小麦だ。え、何をどうするんだ。魚どこにいんだ、魚。魚をとりあえず。肉はどうするんだろう。切んなきゃだよな。でも切るってさ、こっちか。
お肉どうするんだろう、これお肉切る、お肉切るのか、これさ、もうこれ叩き、叩いてこれお肉切った、オッケーで、オッケーオッケーオッケー、私ちょっと魚だけまずい、あれお肉なんかまだっぽい、え、お肉いけてんのこれ、いけてない、ミキサーか、あ、ミキサーだ、あれでも小麦粉と一緒に蒸さなきゃいけないんだね、待ってください、これでも小麦と一緒にやった方がいい説ないですか、あれちょっと待って、あ、完成したって、で、これはあ、ごめんごめん、ちょっと足、これは何、あ、それ魚の上、多分皿の上に乗せ、乗せらない、あ、え、これただの肉ミンチになったから、肉ミンチだから小麦粉が、私が持ってかなきゃいけないよ、小麦粉、はい、これをもらって、これ入れる、違う、あ、はい、できた、できた、できたね、時間かかってる、これどうしたらいい、え、なんだそれ、あ、え、お、お、あれ、なんか間違ってる気がする、私、あ、もうちょっとさ、ミキサー入れなきゃいけないんじゃない、そういうことだ、そういうことだ、そういうことだ、え、あ、そう、それでもあとミンチに、ま、ミンチにして、で、蒸すんだよ、それも、どうやって、どこで、私がもらう、そので、これをこう渡す、あ、そうそう、それを私が蒸し器に入れるわ、これをで、これ入れ、で、これを待つんだ、え、全然、あ、で、ボール返す、うわ、ボールまで返さなきゃいけないの、忙しい、難しい、あ、で、しかも皿も、ボールがないから、洗い物も溜まってくんだけど、洗い物そっちだ、今日、あ、ちょっと待って、え、ちょっと、どボール、あ、これ一個ずつ、あ、これ持って持たさないで、あ、焦げる焦げる焦げる、せっかくミンチにしてくれたのに、あ、ちょっと待って、ピッピッって言ってる、ピッピッって、なんでミキサーピッピッって言うので、これを、これどうするんですか、え、こうやって、あ、私が何にもできません、なんでこれは、あ、これしかも洗い物半端なくて、洗い物そっちなんだわ、ちょっと間違えない、いやね、私が多分ね、渡してないからだね、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、小麦粉と、あ、え、う、わかんないです、何にも完成できません、あ、これ、これ、あ、これ小麦粉しか入ってない、そうなんです、でもそれに、あれを、肉を入れられる方法がわかんなくなって今、ありがとう、お皿、お肉をどうやって入れたらいいんだろう、これに、どうしたらいいんだ、はい、え、どうしたらいいんだ、あ、え、このお肉じゃどうしたらいいんだろう、え、それもミンチにすんじゃないの、ミンチにどうやってするんですかね、どうやんだろう、あ、ボールボールボールが必要なんだよ、ボールに入れなきゃ、これ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 に、でも入れられないんですよ、ほら、お、このお肉じゃどう、あ、わかった、違う、切んなきゃ、そう、切ってない、切ってない、今ものすごいタイムロスしました、ちょっと待って、ピンチ、あ、今のはなるほどな、あ、ごめんなさい、で、今こう、あ、若葉ちゃん、はい、お皿洗い、待って、汚い皿の目出しちゃった、汚い皿の目出しちゃったから、お皿洗いお願いします、ちょっと待ってくださいね、あ、で、これ綺麗なお皿を、私が今ちょっと待ってください、マルチタスクを、あ、ブーって言った、なんで、ごめんなさい、オッケー、綺麗な皿ありがとう、あ、で、これを私が蒸せばいいんだ、で、オッケー、で、ボール返す、混ぜてる間にお肉を切ると、わかったぞ、で、その間にお皿を洗うと、これを置いて、洗いたい、あ、できた、できた、あ、やばい、これ提供する、入れて、これちょっと混ぜる、混ぜてる間にお皿を洗う、あれ、私が小麦粉を出さなきゃいけない、小麦粉を出さなきゃいけない、お皿洗う、できた、これ、はい、これ渡す、これ出す、戻す、違う、ボールがない、ミンチ蒸す、ボール返す、ちょっと待ってください、欲しい、1もない、やば、え、あ、よし、いくぞ、はい、よし、いくぞ、小麦粉投げるよ、はい、ありがとうございます、魚叩き割るよ、ちょっと待った、さ、どうしよう、魚叩き割る、切る、魚です、お魚料理もあるんですね、私も自分のことで手いっぱいで、いやでもね、魚料理めっちゃ楽なの、魚だけなの、間違えた、魚叩き割るだけなの、これで、私はちょっと美味しいのかなっていう、これね、小麦粉を、でこれを、小麦粉入れられた、天才なのでは、ない、天才、スーパー天才、お、で、あ、この間にお肉を切っておくと、はい、壊れ、あ、ちょっと待った、ピコピコする、ちょっと待って、で、できた、オッケー、ありがとう、できた、あ、これは、で、あれですね、これを蒸しに行く、蒸しに、ボール返して蒸しに行く、待ち時間の間にボール返して蒸しに行く、ボールをもらう、一応小麦粉渡す、そろそろ私魚叩き割る、
魚とかきばってる間にできたから皿のせる、これもできたから皿のせる、乗せて提供へ行く、 お小麦こう提供に行く、お小麦こ入れる、お小麦こ欲しいです。あ、ごめんちょっと待って、お小麦こもだし、はい、皿、あ、お皿、その間皿洗い、皿洗いします。あ、やばい、まずい、これ取り出さなきゃ。あ、それも、何それ、混ぜすぎるとダメになる。ダメなんですって。あ、ちょっと待ってください、これに入れる、入れ、ちょっと待って、ちょっと入れる、うっす、で、この間に、そうそう、叩き割る、なんか本物の料理もマルチタスクじゃないですか。うん、それがちょっと大変。あ、ちょっと待って、できたできた、できたできた、ちょっと待って、ロロ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 、あ、うるさい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 、あー、うるさいうるさい、呼ばないで私のこと、ありがとうありがとう、ありがとう、ボールボールボールをもらって、魚の叩き割りたい、魚叩き割りたい、魚ムス、お肉を切る、お肉を切る、魚ムス、魚ムス、魚ミス、混ぜる、で、で、あ、お皿を洗う、お皿を洗う、これをそして乗せると、なるほど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 、お皿を洗うと、返す、お皿を返す、ありがとう、これをここに入れて、入れて戻してる間にこれ入れる、おいよ、いや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 、超面白いなこのゲーム、しゃくれちゃう、これあれですね、やり込めばやり込むほど面白いですね。ね、面白いね、なんかどんどんタスクが増える方が、ね、なんかやりがい感じるよね、感じます、すごく料理をすごい提供できてる感じ、めっちゃ求められてる感じすごいするし、で、この間にお肉を切る、まあ、ちょっと私たち今結構いい感じじゃないですか、いい感じ、とってもいい感じきてる、これお小麦粉どこかのタイミングで、あ、ごめんなさい、お小麦粉いきます、お小麦粉いただければ、すいません、それ忘れちゃうんだよな、お小麦粉、よいしょ、お小麦粉、よいしょ、お小麦粉3つ置いておきました、あ、ありがとうございます、からのこれ提供して、汚れた皿、その間にお皿洗わなきゃ、魚叩き割る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 、魚叩き割って、魚叩き割って蒸して、魚叩き割って蒸して、洗う洗う洗う、あ、今もしかしてお皿がないのか、魚叩き割って蒸す、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、燃える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 、あー、あー頑張れ、よし、え、これはこれもこうでいいのか、で、お皿、お皿欲しい、お皿欲しいですよね、お皿欲しいですよね、お皿洗いました、お皿欲しい、お皿、お皿、助かる、あれ、お皿、はい、お皿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 、はい、お皿、で、お皿まだ洗う、お皿洗う、はい、いやー、世の、世のね、料理してる人私尊敬する、本当そうです、てかね、家事をしね、本当にちゃんとやってる人尊敬する、え、でもうなやさんさっき、いやだから、でも一品とかよ、ほんと麺類とかさ、あれ、あー、すごい、あと100か、あと1回だけやってみよう、やりたいです、今星3欲しいですね、星3欲しい、今よし、とりあえずまず小麦粉を渡す、まず小麦粉を置く、まず隙間に小麦粉を置く、あ、違う違う、切る切る切る、魚を叩き割る、切る切る切る、叩き割って蒸す、そしてもう一個魚来たから魚を叩き割って蒸す、あー、で、混ぜる、叩く、混ぜる、で、できたら小麦粉を入れる、これでも自分の、あ、置いたつもりないの、小麦粉、で、この間に まだ次の見越して、はい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 、はい、置いておきます、ありがとう、叩く叩く、ちゃちゃちゃ、ピッピッピー言うてる、ピッピッピー、私も小麦粉いかないとね、ごめんね、で、小麦粉置いておく、あ、そうでしたそうでした、これ蒸す、あ、そうで、あれだ、わかった、ボールをもらわなきゃいけないっていう、 あ、そうですそうです、これをもらいの、入れの、小麦粉入れの、このダッシュを使いこなせるよ、あー、そうだね、多分私ダッシュ使ってなかったわ、それだ、ダッシュじゃないですか、やっぱそれだ、私たちの配膳の予想、それだそれだそれだ、ちょっと、あでもちょっとダッシュ、お皿、切る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 、あ、で、あ、お小麦粉でした、お小麦粉、お小麦粉、お小麦粉、やばい、まずい、で、先にお皿洗おう、先にお皿洗おう、
小麦粉置いとくわ。魚もう一回切んないと。で、これピッピッピッって言うから混ぜてるやつを置く。で、わ、なるほどなるほど。あ、これワクワクします。楽しい。あ、う？お小麦粉で、でその間にお皿洗う、お皿洗う、お皿洗う。すごいマルチタスクだな。で、お皿、お皿、お皿。あ、ピッ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 。なんで混ぜすぎちゃダメなんだろう。混ぜる分にはいい気がしちゃう。そういうところがあれだな。あ、ボールが来た。ボールが来て、お小麦粉があると、ちょっと待ってね、めっちゃもう集中すぎて、フライパンじゃん。あ、燃える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 、店が燃える、店が燃える。燃えないでください。小麦粉を入れる。あ、ボール返す。ボールをいただく。この間に混ぜる。サラダの後が、サラダ、間違えた、サラダ後。あ、すごい、お小麦粉が来てる。小麦粉ありがとうございます。そして皿洗う。皿がない、皿がない、すいません、皿がないですね。届きますよ。作ることにちょっと夢中になりすぎました。あ、ここでいいんだよ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ピッ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 、はいはいはい、ピッ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 、はい、で、お皿まだ、お皿まだ、お皿まだあるでしょ。あれあれこれ、なんか、ちょっと待ってください。全然私はダッシュを使えてません。焦る焦る焦る。小麦粉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 。うないさんがガチ。うないさんがガチ。で、これ混ぜた、混ぜ終わりました。で、お皿だな、お皿だな、お皿ないですよね、ごめんなさい。お皿ないと提供ができない。いや、ちょっと待って、これ絶対行きたい。800行きたいね。ちょっと待ってください。いや、待って、行きたい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 。ちょ、伸びた、10伸びた。でも10伸びた、成長してる私たち。でもさっき200711だから一歩一歩前進してる。一歩かなり小さくなりました。でも今この隠しステージを一緒に乗り越えた私たちは、1の4は多分簡単すぎて、すごくできちゃうと思います。え、すごいってません？こんなところで料理しちゃダメ。揺れてません？めちゃめちゃ揺れてません？めちゃめちゃ揺れてますよ。どういう環境よこれ。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。